はい、皆さん毎度毎度。まあ、美容業もね、床屋さんもね、結構営業厳しいからね。まあ、うちなんかはやっぱりおばちゃんが多いから予約しないで来る人が多いんだよね。これからうちのね、お店の方向としてはね、予約のない方はね、お急ぎならできますよと。あくまでもね、予約と予約の間に、今はお客さんはいないけど、まあ5分後、15分後、20分後にね、予約の方が来る予定だから、その間に、その短い時間だったらカットできるよと。パパパとカットして、まあ男性のお客でもなんならお客さんまでもいいんだけどね、まあさささとカットしてね、終わらしてね、次のお客さん来ねえじゃねえかと。ね、そう思われるよね。あ、でも次のお客さん、まあ遅刻してよかったと。やっぱりね、カットしてる最中にね、次のお客さんがね、やっぱり時間より早く来られるとね、落ち着かないよねとか、適当なこと言ってりゃね、いいんだよ。嘘も方便。皆さんのお店ね、どういうシステムになってるかわからないけどね、予約しないで来るお客様が多いお店の場合はね、あたかもね、予約と予約の隙間にね、カットしてあげると、入れてあげてね、愛情を持って入れてあげて、さささとね、急いでるんだったらできると。まあそういう風にね、サービスだよね、これもね。まあいろんなお店のね、システムあるからね、予約じゃなきゃ絶対やりたくねえとかね、まあそういう方もいるよね。こういうね、お店の作業方法とかこの営業方法はね、まあその人その人ね、美容師さんに合ったやり方が一番だよね。うちはたまたまこういう性格だからこういうやり方がいいかなと。お店のシステムあるからね、真似しようとするとね、シャンプーもしない、ブローも簡単にしなきゃいけない、値段もそこそこにしなきゃいけない、もうすべて今まで築き上げてきたお店の営業方法がなんか崩れるってこともあるからね、よく注意して真似しないとね、カットの料金がね、世間相場並みのお店がね、真似するってちょっと難しいかもしれないけど、急いでからいいわよっつんだったら本当にね、シャンプーもなし、ブローも簡単、そんでいいわよっつんだったらそのまんまでいいんだけどね。カット料金がね、世間より安く設定されてるお店でね、それでなおかつね、飛び込みで来るお客様が多いお店の場合はね、本当に急いでるならすぐできるよっていう感じでね、とにかく急ぎ仕事をやっていくっていうの、そんなやり方もありじゃないかなと。自分はね、やっぱり急ぎ仕事好きなんだよ。ね、さっさっさとやって。で、仕上がりはどうっつったらそれなりいいんだよ、別に急いでんだから。全体通してみてね、前髪が邪魔じゃない、横の長さが邪魔じゃない、襟足が邪魔じゃない、で、あと適当に全体に軽くなってりゃ OK 程度でね。この辺もね、慣れの問題ね。やればそのうち上手くなるよね、早くなるよね。ただ急いでやろうと思わなかったら、本当に急いでやれるようにならないよね。本当にうちはこんなやり方、何十年もしてきたからね。飛び込みできた人ね、もうさっさとカットして返す、こんなやり方だよね、うちはね。はい、お疲れ様でした。